にちは、ナバロです。今日はね、車の中からね、お送りしてます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、寒いですね。今日朝起きたらね、もうなんか、10度ぐらいしかなかったのかな。12、3度ぐらい。意外とね、こう、郊外なんでね、なんかちょっと朝寒いんですよ。で、なんか、昨日までね、意外と暖かかったんですけどね、今日からなんか寒い感じで。で、時々なんかね、雨降ったりとかね、してましてね。ちょっとあんまりいい感じじゃないですね。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピンより日本の方がストレスが多いのハテナマークですね。はい、私はね、今ね、日本に住んでるんですけど、フィリピンにいる時と日本にいる時でやっぱね、ストレスとかがなんか違うなっていうのは考えます。ただ今ね、こういうね、ウイルス騒動とかでね、世の中はちょっとね、普通ではないんですけど、その時に比べてもやっぱり日本の方がなんかストレスが多いのかな。ただこのちょっとね変わった状況下でね、フィリピンにいるわけではないんで、フィリピンでどれだけね、世の中ストレスが多いのかってちょっとわからないんですけど、まあ自分のね、こう感じた範囲内での話していこうかなと思っています。まあ一つ二つ三つって三つぐらいの程度でね、感じでお話していきます。はい、フィリピンより日本の方がストレスが多い。まず一つ目ね、時間がない感じがするです。はい、時間がないっていうのはね、まあ、日本のことをね、示してるんですが、まあ、時間っていうのは、1日24時間とかね、まあ、そういうのはね、誰でも平等にね、その人に与えられてるっていうか、ある時間なんですけど、日本にいるときには、私は今日本にいるんですけど、時間がやっぱりね、こう、なんだろう、ないっていうのが使い方が悪いのかもしれないんですけど、フィリピンの方はね、もう少し時間に余裕があるんだなっていうのを僕はね、感じたりするんですけど、まあそれは何かっていうと、まず、日本の方がやっぱりせせこましいのかななんて思うんですね。もうあれもやらないかこれもやらないかっていうような感じにさせる。あと世の中の流れが、こう時間をこう余裕を持ってるっていうことに関してあまりこう、いいイメージがないのかな。これ僕だけなのかななんて思うんですけど、勝手にそう思い込んじゃうような、ね、こうなんかこう、空気がね、なんか日本にはあるような気がするんですけど。だから本当は別に、そういうことは気にしないで、自分の時間でしっかりと、仕事なり作業なり何なり勉強なりをすれば、進めていけば、そうは感じないのかもしれないけど、なんかね、世の中せこせこしてるのかなんかね、そういうふうに私がね、勝手に感じてしまうんだと思うんですけど、やっぱり時間がないっていうのを思ってしまいます。はい、まあでもね、フィリピンにいた時じゃどうかっていうと、あまりそんなにね、時間がゆっくり流れていくような気がするんですね。で、朝もなんか、スーッと目が覚めて、それで夜もスーッと寝てるような感じがして、で、ゆっくりまあ眠れてパッと目が覚めてね、で、その日がスタートするっていう形なんですけど、で、自分のね、やっぱりね、こう、ペースっていうのはね、こう、守りやすいっていうのかな、フィリピンに。で、そういうことがね、なんかね、僕はね、今、とってもね、感じます。で、日本で今、僕は生活してるんですけど、もう少しね、時間をね、うまく使ってね、生活していかないとね、本当ね、大変なんですけど、これは私のやり方がね、あまり良くないとはね、思っているんですけど、なんかね、その辺をね、ちょっとね、考えてやらなきゃいけないと思いつつ、やっぱり日本はね、こう時間がないなっていうふうにね、こう思ってしまうっていうのがね、今の現状です。はい、まあでもね、最近ね、すごくね、やることも増えたんで、時間がないっていうのもね、まあしょうがないんです。はい、もう少しね、本当はだからね、日本にいるっていうのは今現実問題なんで、時間を有効に使うとか、もうちょっと時間のやりくりをね、ちゃんとできるっていう工夫をね、持ってて、自分自身でやっていかないといけないんだなと思います。ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲みます。今日はね、コックブラックです。コックブラック。見えるかな？今日ね、なんか久々車の中で撮影なんですけど、ちょ、家がね、散らかってて、今。で、子供はね、寝たりしてるので、ちょっとあまり、喋ったりできないんで、まあ、車の中で急遽ね、撮影をしています。で、今日はね、ほんと寒かったんですけどね、明日、明後日まで休みなんで、今日ね、ドンキホーテ行ってきましたね。で、洗剤買ったりとか、あとね、いろいろもろもろ買ってきたんですけど、あとお米がなかったんで、米も買いました。ドンキホーテね、空いてましたね。で、昨日がね、ホリデーで、日本は。今日はね、普通の日なので、平日なので、そんなにね、まあ、店は混んでなかったんですけど、
まあちょうどいいんでこの時を狙ってきました。で昨日の夜ね車洗ったんですけど、なんかすげえ汚かったんで、はい、そんなわけですね。でまあね時間ね大切に使わないといけないですね。ね本当ね YouTube の撮影もね全然できてなくて、時間のやりくりがね悪いんですけど、ね、もうちょっとねちゃんと工夫するとかね人はどういうふうにやってるのかっていうふうに、ね、見てねその人のいいところのやり方をね真似した方がいいですねやっぱり。はい、フィリピンの日本の方がストレスが多い。二つ目ですね。眠れない感じがするですね。眠れない感じがする。はい、まあ眠れない人ってね、結構ね、多いと思うんですけど。私はね、比較的まあね、眠れる方なんですけど、フィリピンの方が先ほどお話したと思うんですけど、フィリピンの方がよく眠れますね。なんでかなと思って。疲れてるわけでもなし。本当にね、夜、スーッと眠れるんですね。で時々の遅くまで起きてたりすることあるんですけど、意外とね寝たい時間に寝てますね。でこの時間に寝ますって感じです。で考えてそういう風にベッドに入るとほとんどその時間にパッと眠れます。で朝もねだいたい自分の希望し起きる時間に、ね、起きれますね。それはねすごくねありがたいですね。だからそういう不眠のストレスとかね、そういうことをね、フィリピンにとって感じたことはないんですけど、最近ね、日本に今いるんですけど、意外とね、なんかもう少し寝たいなとか、もうちょっと寝てないといけないかなっていうような、ね、感じがします。で、多分ね、疲れてるのかな、あと睡眠の質があまり上がってないのかなと思うんですけど、で、まあ寝たい時に、意外と寝れてはいないですね。でも他の人の話を聞くと、まだ全然私なんかいい方なんですけど、本当ね、そこのとこ考えるとね、やっぱりね、眠れない感じはね、僕はね、個人的にはするんですけど、自分のことだけを考えるとね。だからそこの改善ってところはね、もうちょっとちゃんとやっていかなきゃいけないのかなと思います。で、不眠でね、やっぱり悩んでる人ってね、多分世の中にたくさんいると思うんですね。で、昔はね、お酒を飲んでね、眠るようにしてたんですけど、これはね、全然逆効果で、実はお酒を飲んで眠るっていうことは、眠ってなくてなんかね、こう気失ってるような状態だっていうことがね、後で気づくんですけど。で、まあ今ね、まあそういうことはしてないんですが、まあもうちょっとね、ゆっくり寝られたらいいななんて思うんですけど、まあこれはね、私のね、まあ問題ですよ、本当に。で、結構ね、寝る前にね、熱い風呂とか、なんかそういうの入ったりするとね、意外とね、睡眠の質が上がったりしててね、意外といいです。だこれは皆さんね、結構試してみるといいと思うんですけど。はい、なんかね、睡眠の前にお風呂入ると、体温が上がって、それで、体からこう、なんていうのかな、熱が逃げていくときに、なんか副交感神経が働いてよく眠れるっていうふうに、なんか聞いたことがあるんですけど。で、うちの子供もね、なんか夜ね、お風呂入れるようにしたんですね。そうしたら意外とね、パッと寝るようになって、ね、全然効果あるんだなと思って、ね、感心してますけど。はい、まあでもね、フィリピンにいた時のね、眠りの質とか、こう、なんか寝てる時とか、寝起きの快感とかね、全然違うんですね。で、朝起きた時にパッと日を浴びて、すぐ起きるモードで時間をリセットできるっていうことがね、すごいいいんですけど、日本にいる時ね、あんまりそれはね、なかなかできてないと。はい、フィリピンにいるより日本の方がストレスが多い。三つ目はね、プレッシャーが多いような感じがする。プレッシャーが多い感じがするです。はい、まあ、日本にいるより、フィリピンにいる方がね、僕はね、プレッシャーがあまりないと感じます。まあ、それは何かというとね、なんか周りに対してなんかあまりね、人々はなんていうの、過度に何かこう、求めてこないのかなと思ってます。で、自分自身がずっとフィリピンにいた時に、本当にプレッシャーはなくて、まあ、ほぼほぼノープレッシャーでした。で、ストレスがないってわけではないんですけど、まあ、強いてストレスがあるって言えば、なんか、アブサヤフとか、なんか、マウテグループになんか捕まっちゃったらどうしようとかね、そんなことぐらいでしたけど、まあ、今、日本にいてね、ほんとなんかね、自分自身がね、やっぱストレスとかプレッシャーをね、すごく感じてます。これは自分の結構ね、問題があるんだなとはね、思うんですけど、まあ、今ね、子供もこう、いたりとかね、家族もいたりとかするんで、なんかその分もね、なんか自分でプレッシャーだと思ってるんだと思うんですけど、でも逆に言うと家族が支えてくれたりとか子供がいてなんか癒されたりとかね、なんかそういうこともあるんで、まあそれはそれでいいのかなと思ってるんですけど、ただこれからね、自分がこうしていきたい、ああしていきたいっていう時にね、なんかね、現実とね、うまくいってなかったりとか、自分の思い通りにね、ならなかったりするんで、やっぱりその分ね、なんかプレッシャーを感じたりするってことあります。あとなんかね、周囲のなんかなんとなく期待があったりとかすると、それに対してのプレッシャーっていうのは感じるのかなと思
思うんですけど、でもまあある程度のストレスがあるとなんか人間たまに良くないのかなと思うんですけど、まあ今ねこうやって日本にこう住んでてね、まあ、そういう面でね、ある意味でね恵まれてると思うんですね。あの安全とかそういう面でね、保証はある程度されてたりするんですけど、フィリピンに行った時に、なんだろう、もっとやりたいこと自分でできてたのかなって感じたりします。ただまあ、日本の方がね、全体的にはね、多分ね、ストレスが多いんだなっていうね、トータルで言うとね、は感じます。でもまあ、そういう社会だし、他の人たちはどうなのかな、なんて思うとね、あ、こんな大変なんだね、とかね、いろいろ感じたりします。だからそういうことをね、考えて、まあ自分で一生懸命ね、これやっていかないといけないっていうのが、なんかね、それはね、ものすごく感じます。で、まあね、プレッシャーをね、こう、なんかうまくね、プレッシャーとかストレスをうまくね、こう解決していくとかね、うまく解消していくとはどうしたらいいかっていうの。まあ、なんだろう、自分のできることだけを、ね、やるとか、あと、まあ、できないんだってできないってね、はっきり言うしかないのかな、なんて思って。で、できることを一生、なんかね、こう、常にね、なんかこう、努力するんですけど、できない、ことありますね。でもね、なんかできませんとかって言えない人いるとね、なんかとても気の毒ですけど、私はね、少しね、やっぱり努力してみて、できないことはできないってね、やっぱり言うようにしてます。で、やっぱりね、これだけやったんだけどできないとか、あとね、わかんなくなったらね、やっぱりここまでやったんだけど、ちょっとできないから教えてくれますって誰かに聞くとか、そういうことをします。ただね、何もしないんでね、なんかね、なんか教えてくれ、教えてくれっていう人が結構世の中多いんですけど、そういう人にはならないのし、まあしますけどね。だからわかんないんだけど、こここうやったんだけど、どうしてもできないんだっていうふうにね、答えをね、ちょっとね、ヒントみたいなのね、もらえるっていうようにね、僕はしてますね。それが一番いいのかなと思って。で、結局ね、何もできないで、何もなしだとね、やっぱり悲しいんで、で、今日よりも明日より明後日っていうのは、こう、少しずつ何センチとか何ミリぐらいでもいいから前進していくってことはね、僕にとっていいのかなと思って。今いろいろね、こう、やることがあって、挑戦したりしてるんですけど、なんか思い通りに全然ね、いかないですね。なんか、始めてみたら、こんなはずはない、何も自分でできないんだとか、何も知識がないんだって思いますよね。だけど、そこで、それで、やめてしまうと、結局何も残らないんですけど、ただそこからね、少しでもね、進むっていう努力をするってことをね、自分はこう、最近できるようになったんで、少しずつでもこう、進むっていうことをね、こうしているので、まあ、今日より明日、明日より明後日ってね、まあ、全然、なんかね、あんまバンバン進んでないんですけど、思ったり。でも、それでもね、まあ、なんとかね、前に進んでるから、今はいいかなと思ってます。はい、まあね、今日はね、フィリピンより日本の方がストレスが多いっていうね、こういう話をさせていただきました。3つ目、例を挙げたんですけど、まあ、1個目はね、まあ、時間がない感じがする。まあ、日本にいるとね、まあ、時間が追っかけられたりとかね、ちょっとめんどくさいなとかね、あとなんかね、せかせかしてて時間がないなって思います。で、二つ目はね、眠れない感じがする。まあ、これはね、人によるんですね。まあ、毎日楽しく爆睡してますって人もいるかもしれない。でも私はね、なんか、フィリピンにいた時より日本の方がね、ああ、なんか眠れてないな、なんてね、感じはしますね。はい、三つ目がね、プレッシャーが多い感じがする。あ、まあ、先ほど述べたように、プレッシャーもね、なんかね、別のものにね、こう、プラスの面にね、考えられたらいいのかなと思うんですけど、まあ、それはね、自分の心の持ちようかなと思ってます。はい、まあ今日はね、こんな話をさせていただきました。まあ車の中なんで、ちょっとなんかね、露出がうまくいってないのかなと思うんですけど。はい、どうもね、最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは、ね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう、接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。はい